鉄腕アトム、鉄腕アトムでは、手塚治虫原作の漫画、鉄腕アトムのアニメ第一作目を解説する。フジテレビ系列にて、1963年1月1日から1966年12月31日まで放送。全193話、一部を除きモノクロ作品。日本で最初の本格的な1話30分の連続 TV アニメ、 日本初の国産ロボットアニメである。ちなみに放送当時には通常は TV アニメとは呼ばれずテレビ漫画と呼ばれていた。アニメーション映画も漫画映画であった。登場人物の設定は登場キャラクターを参照。オープニングには前期、中期、後期の3つのバージョンがある。前期はインスト、歌ありの2種類。内容は次の通り。なお、 いずれも切り替え時期は不明。これらのうち、後年の再放送や懐かしのアニメ特集、さらに、ビデオソフト版では、もっぱら後期バージョンのものが使われている。2002年に発売した DVD では、前期前半、前期後半、中期のオープニングが、映像ソフトで初めて収録された。なお、日本映画専門チャンネルの、手塚治虫アニメシアターでは、 第56話を除く前話が後期バージョンで放送された。第56話は1980年にリバイバル上映された時のオープニングを使い。ただし別枠で第116話第117話が中期バージョンで放送された。NHKBS プレミアムでの再放送時は事情で提供テロップになる前に映像が止まってる。エンディングは2バージョンあり、前期は アトムの表情などで構成された、静止画バージョン。後期は、未来都市の上をアトムと、ウランが飛ぶ動画バージョンとなっている。OP 同様切り替え時期は不明。双方とも映像には、余白の部分があるが、本放送当時は、各話のスタッフやキャストのテロップが合成されていた。なお、手塚治虫アニメシアターで放送された際には、一貫して、後期バージョンを使用し、 スタッフなどのテロップは合成されなかった。そのことに関してのお断りは、初期は ED 放送中にテロップされていたが、後に放送後にブルーバックで表示された。本作は日本のキャラクターとしては初めて商品化権の概念を確立した。本作の関連商品は日本のアニメキャラクターで初めて著作権表示をつけたとされている。 本作以前のキャラクター商品は海賊版が当然であり、著作権者に許諾を求めることも、使用料を支払うこともほとんどなかった。手塚治虫も本作ではそれでいいように考えていたが、ディズニーと取引があった聖火ノートが、ディズニーの許諾業務のノウハウを手塚に教えたのである。聖火ノートの狙いは商品化権の独占にあり、商品化権を取得していない。 同業他社を排除することにあったのだが、結果として著作権者に使用料が払われるようになり、赤字体質だった虫プロを救い、テレビアニメに商業性があることを示した。もっとも、アトム商品が市場に登場したのは放映開始から3ヶ月後である。放映開始が元旦で、当初は半年で放映が終わる予定だった。つまり3ヶ月でアトムの知名度を上げ、 残り3ヶ月で商品を流通させる計画だったことになる。となると、制作費の不足を商品化権収入で補うというよりは、制作費の赤字を放映終わりまでにできるだけ減らすという守りの発想だったのではないかとする説もある。当初の制作費は1話あたり55万円であったと、手塚が生前に書いたり語ったりしたことがあちこちに引用され定説化してしまっている。 しかし、各種の資料や、当時の関係者の証言などを再調査した、チキンのブユキは、実際には代理店より1話あたり155万円が支払われており、放映終了の頃には300万円を超えていたとしている。もっとも、ジャングル大帝の総監督を務めた山本英一によると、工業簿記を取り入れて1日単位で制作費管理をした、ジャングル大帝に対して、アトムは、 ご期管理体制を最終回まで使っておらず、さらに、アトムでは、手塚社長による、脚本、絵コンテ等のチェックが行われるやり方だったために、先生町、漫画家として多忙だった手塚はなかなか時間を割いてくれなかったで、制作作業が止まってしまって、スタジオがフル稼働できずその分人件費がかさむという、悪循環が続き、そのためカラー制作の、大抵よりも白黒の、 アトムの方が実製作費がかかったという。本作は手塚がフジテレビに企画を持ち込み、実現したと交換伝えられるが、フジテレビの別所工事プロデューサーによれば、実際には当時1万年者の制作課長だった、アナミカオルが仕掛け人だという。虫プロのアニメーターに、アナミの妻となる、中村和子がいたことで手塚と関わりを持ち、スポンサーに、明治製菓厳、現 明治を引っ張ってきて、これを実現し、この縁でアナミは虫プロに常務待遇で迎えられることとなったそうである。放映開始時にはそれまで10年以上の長期にわたって月刊誌で連載された漫画原作のストックがあった。しかし、一つのエピソードを月刊連載の数回分で完結させていた原作に対し、アニメでは原作の一つのエピソードを 毎週放送の1回分で完結させたので、例外は、前編と後編に分けた、史上最大のロボットと、青騎士だけ、原作のストックはたちまち使い尽くされてしまった。このため、すでにアニメ化したエピソードをアレンジし直したり、別の手塚漫画作品などを元にしたオリジナルな、アトムのエピソードが多数を占めるようになった。あとに、 映画、ミクロの決手権の元ネタではないかという説の出た第88話、最近舞台も、手塚が1948年に発表した漫画、吸血魔団がベースである。また、幽霊製造機のように全く同じタイトルで二度、制作されたエピソードもある。手塚原作にはない完全にオリジナルなストーリーは、辻真っや後に、SF 作家となる、豊田ありつねなどが執筆した。 鉄腕アトム以外で原作として使用された手塚漫画作品には以下のものがある。本作ではアトムの誕生日は2013年4月1日という設定、原作では2003年。アトム原作から続くテーマの一つに人種差別があるが、それを正面から取り上げた第9はブラックルックスの巻は米国では放映されなかった。制作環境は凄まじく。 特に放映初期に関しては様々な証言が残されている。その後は安定したかというとそうでもなく、途中から参加した富野義行は制作が放映に間に合わない時には前のフィルムから使えそうな部分を継ぎ剥ぎして一話分でっち上げたと後に実0回している。これは主要スタッフがジャングル大帝に移動し半ば放置されたためである。一説にはこの時の富野の経験が 機動戦士、ガンダムの軍艦ホワイトベースのプロットのモデルになったとも、この時に、トミノが既存のフィルムに最小限新作をつなぎ合わせて一作品でっち上げる技法を身につけた、とも言われている。第34話、ミドロが沼の巻は、手塚治虫本人からの依頼で、スタジオゼロが作画を担当したが、担当者、鈴木慎一、石森翔太郎、藤子不二雄藤子、 会、藤尾、藤子藤尾 A、角田二郎らことに、キャラクターのタッチが異なってしまっていたため、その後は、虫プロからの発注は二度となかった。この回のフィルムは長らく行方不明となっていた、アメリカで放映されたフィルムが発見され、日本語版の音声テープを組み合わせて2002年に DVD ボックスが発売された際には復元された。鈴木らは、フィルムが行方不明になった理由について、 作画が気に入らなかったので、手塚が破棄したのではないかと考えていたという。それに対し、当時スタッフの一人であったりんだろうは、手塚は周囲にとても気を使う人だったので、外部の人に作ってもらったものを捨ててしまうとは考えられないと述べている。2年に放送された NHKBS の番組のインタビューによる。1965年からは、虫プロは、鉄腕アトムに加えて、 ジャングル大帝 W3 の制作を並行して開始して、生え抜きスタッフはこぞってジャングル大帝に参加した。そのため、手塚治本人から旧地の牛尾掃除が率いる P プロへ、言動外交の外注を依頼。1965年1月23日放送の104は、悪魔の風船から1クールの予定が、都合3クール分の39本の外注となった。 この他にも TCJ から独立した大西清が設立した大西プロが1965年9月18日放送の134話、脱出作戦から月に1本ということで制作を受け負った。第56話、地球防衛隊のみ試験的にカラーで制作された。ただし放送自体はモノクロで行われている。この回は40.3% ニールセン調べ、関東地区の視聴率を記録した。このエピソードは後に再編集されて、劇場公開もされた、下記を参照。最終回、地球最大の冒険は1966年の大晦日に放送された。内容は地球を救うための太陽活動を抑える、装置を乗せたロケットをアトムが抱えて太陽に突入するというもので。 当時の子供たちに与えた影響は大きかった。視聴率はこの時点でも20%を超え好調だったが、終了は輸出先のアメリカのテレビがカラー化が進行していて、モノクロの本作品が売れなくなったこと、長期にわたる放送でアトムの商品イメージが限界に来たというスポンサーの明治成果の意向が理由であった。終了はテレビで予告されて、視聴者の母子からは、 続行を希望する手紙が殺到しという。この最終回の続編として手塚が1967年1月24日より執筆したのが産経新聞連載版、鉄腕アトム単行本化の際にアトム混弱物語に改名である。それとは別に1972年4月から小学館の学習雑誌、小学2年生、小学4年生に 別設定で連載した。放映期間中の1965年10月16日に放送されたスター千和カズヨに漫画、アニメの登場人物としては初めてアトムがゲスト出演しミキトリロを司会・手塚治虫と対談した。この出演パートは新たに作画を起こして制作され、完成には約5ヶ月を要した。 鉄腕アトム劇場アニメはいずれも未完含めテレビアニメ第一作の派生作品のため本校で解説する。1964年7月26日日活系風切り日本初のテレビアニメからの劇場版アニメ作品。平映作はユーゴスラビアの児童映画僕らの冒険旅行。宇宙の勇者は正式サブタイトルだがオープニングでは クレジットされていない。テレビ版の第46話、第56話、上記、第71話を劇場用にブローアップし再編集した作品。これらのうち、第56話はテレビでは使用しなかったカラー版を使用、また第71話は一部がカラー化された。さらにプロローグやつなぎ部分が新しく作画された。当初、映画化に名乗りを上げたのは、 小区で虫プロと共同制作する予定だった。だが小区では、業績不振から木戸史郎の社長復帰という上層部の入れ替えに伴い、制作方針の転換で映画化を断念した。それを知った東宝と日活波中プロに自主制作を進め、その結果、配給権は日活が獲得した。期待された割には、工業成績は振るわず、5日前に、 東映で公開された漫画大更新、鉄人28号、狼少年剣などのブローアップ再編集作品で構成に破れてしまった。理由はいろいろだが、一番なのはアクション映画路線で売った日活で上映したためだと言われる。1966年7月に上映されるフランケンシュタインの怪獣存多ガイラの兵衛として、東方系で、 鉄腕アトムロボット大戦争の公開が予定されていた。こちらはテレビの再編集版ではなくフルアニメの完全新作ということだったが監督の坂本優作が納得する脚本を執筆できずにいるうちにスケジュール的に無理となり実現には至らなかった。大対作としてテレビアニメジャングル大帝のブローアップ再編集版が急遽制作された。なお、 ごとなったストーリーは、その後、テレビシリーズの第175、176話として1966年の7月23、30日に放送された。脚本は映画の監督だった坂本優作が担当。1980年3月20日、大英景風切り。平映は宇宙怪獣ガメラ。1964年公開の 鉄腕アトム宇宙の勇者から第56話のみ選ばれて上映。オープニングは新作で、このオープニングは日本映画専門チャンネルで放送された第56話に使用。原作者の手塚治虫は科学的合理主義への疑問や警告をテーマとしていた原作漫画に対し、アニメ版では単純な科学文明来賛となっており、アトムが正義の味方となって何らかの悪者を倒すという、 完全懲悪のパターンが定着したことに対して、極めて不満を感じていた。後にリメイクする理由としている。大塚康生ら、当時投影動画、現投影アニメーションで、長編アニメーションを手掛けていた人々の間では、動画の動きの少ない本作を評価する人は、皆無であった。しかし本作が、爆発的な人気を得たことに対して、自分たちの仕事を否定されたような衝撃を受けたという。 一方、前述の通り実際に納品に際して支払われた額には諸説あるが、フジテレビは本作で投入額に対して莫大な利益を上げたと言われている。これが後の日本におけるテレビアニメの大流星を読んだ反面、アニメーターの低賃金の労働環境を生み出したとも語られる。しかし手塚はそれに対し、存命中にこう反論している。しかしね、 僕個人我慢ならんのはね、こういう声があるんだよ。手塚があのアトムを売るとき、べらぼうな安値で決めてしまったから、現在までテレビアニメは制作費が安くて苦労するんだと。冗談じゃないよ。あの時点での制作費は、あれが常識なんで、あの場合もふっかけようもんなら、間違ってもスポンサーはアトムを買わなかったね。そうしたら、テレビアニメ時代なんて、夢物語だったろうね。 確か四十何万が制作費で僕の持ち出しは二十万くらいでしたかね。ところがアトムがベラ棒に当たったんでアニメ番組は当たるということでそれから半年ほど後にはアニメものがたちまちバタバタとできたんだ。その制作費はなんと百万ですよ。つまりそれだけ出しても元が取れてお釣りが来ると企業は踏んだんだ。それから先はご覧の通りですよ。 現在制作費は500万円が加減で、6、700万円ぐらいはスポンサーが出しますよ。本作のスタッフでもある、アニメ監督の杉井ザブ三郎は、従来の動きが主であったアニメーションを、ストーリーが主であるアニメという別物に作り変えたことで、今日の日本アニメの流れを作った作品であるとしている。2013年4月に、フランスカンヌで開かれる、国際番組、 日本紙ミップテブにより、世界のテレビを変えた50作の中から、日本初の4作品として、鉄腕アトム、UFO ロボグレンダイザー、ットちゃんけんちゃんご機嫌テレビ、ドラゴンボールが選ばれた、2013年3月28日8時2分、朝日新聞インターネット版。鉄腕アトム大全という LD ボックスが発売された際、22万円の商品は1500。 セット程度売れたとされる。本放送キー局は制作局の富士テレビだが、この当時、富士テレビ系のつぼねは大半が未開局で、FNS 自体も未構成だった。富士山系グループのテレビ局が未開局のエリアへのネットは日本テレビ系あるいは TBS 系参加局が多い。イコール、富士テレビ系、イコール日本テレビ系、イコール TBS 系。 イコールネットテレビ、現、テレビ朝日系。2013年7月6日午後9時、NHKBS プレミアム、手塚治虫、石森翔太郎 TV 作品初回、最終回大集合。にて、初回と最終回が放送された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。